ブラックヒストリーと、横文字にしてみると、なんだかこの世の深淵に触れた感じがしてくるが、要するに、ただの黒歴史である。自らにとって都合の悪い過去、消し去りたい、忌むべき仇。誰もが心に魔物を住まわせながら、今日も生きている。それは、この、スターダストドラゴンとて、同じである。遊戯王 5Ds の作中にて、主人公、不動雄星不動のエースとして、大活躍を演じた、王道的スターモンスター。博した人気たるや、まさに、三千と夜空に輝く一等星。歴代主人公エースの中でも、このスターダストドラゴンを、一押しに挙げるデュエリストは、数多い。栄光に彩られた、スターライトロード。そこに、黒歴史の介在する余地など、微塵もないように思えるがしかし、まばゆい光のもとにこそ、より深く、影は刻まれるもので、その深すぎる影というのが、こちら、セイバースタードラゴン。世界を救うと見せかけて、使用者の足元を救う、エクストラデッキに救うゴミ。定時退社、帰宅部、枠つぶしなど、様々な異名を持つこのカードが登場したのは、2009年7月18日発売のパック、スターダストオーバードライブ。バッチリ表紙を飾っているところからも明らかな通り、レアリティは、ウルトラレア以上での収録となった、重ねて言うが、ゴミである。ちなみに同段には、近年、リリーサードラグーンの名で環境を席巻した、儀式魔人リリーサーや、シンクロ系デッキ全般で活躍した、最強の SS 素材、レベルスティーラーなどが収録されており、後々にまで大きな影響を及ぼすことになった。そんな優秀すぎる動機に対し、このセイバースタードラゴンの性能たるや、失笑すらためらわれるレベル。まずもって、召喚方法からして、旧星流セイバードラゴンに、スターダストドラゴン、さらにはチューナー以外のモンスター一体を要求するという、過払い金請求もびっくりな求めっぷり。無料診断、悪しろよ。なお、旧星流セイバードラゴンには、セイバーと名の付いたモンスターのシンクロ素材にしか使用できないという、意味不明な縛りも備わっており、セイバースターの救えなさに一層の、拍車をかけている。これもう、赤き竜からの嫌がらせだろ。そして、紆余曲折、どうにか素材を調達したところで、呼び出されるのが、これよ。もうね、舐めてんのかと。相手が、何らかの効果を発動したとき、このカードをリリースすることで、その発動を無効にし、相手フィールドをすべて破壊する効果は、万能カウンターとして見れば、まあ悪くはないように思えるが、ある理由から、相手ターンに使用できるシチュエーションは、絶望的に来ないため、実際の制圧力は、皆無に等しい。いや、それでなくとも、膨大なリソースを消費してこさえたモンスターが、一度の無効で即退場など、冗談にも程がある。なので、良かれと思って、第二の効果。1ターンに1度、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター一体を選択し、その効果をエンドフェーズまで無効にできる。また、無効にしたモンスター効果を、このターン、このカードの効果として、一度だけ使用できる。破壊したいのか、無効にしたいのか、これもうわかんねえな。っていうか、一つ目の効果と二つ目の効果が、若干領域かぶってるんですが、それは、ここに来て、セイバースタードラゴンデザインした人、多重人格説が有力になってきたが、それを確信づける一文が、最後。エンドフェーズ時、このカードをエクストラデッキに戻し、自分の墓地の、スターダストドラゴン一体を、特殊召喚する。強制効果。かっこ怒号。逃れられぬカルマ。結局のところ、セイバースターになってしまった以上、無効にしようがしまいが、エンド時には、デッキに戻るが定めなのだと。本当に、何しに出てきたんだ、こいつ。仕事残して帰れるほど、遊戯王は甘くねえぞ。これじゃあ下手すれば、普通にスターダストドラゴンママの方が強いまである。無駄にイラストが良いのがまた、哀愁を誘うではないか。単純なイラストアドだけなら、遊戯王界全体でも、屈指の実力者だと思うのは、きっと私だけではないはず。見た目より中身とは、よく言われる言葉だが、実際問題、やはり最後は、見た目が勝つ。イケメンイズ、ジャスケス。そんな生まれの不条理を、私はこの、セイバースタードラゴンに教えてもらった気がする。弱虫で、育児なしで、かっこいい。君が好き。カクカクシカジカ、コナミさん。セイバースタードラゴンのスリーブ再販の件、ご検討のほど、よろしくお願いいたします。何とぞ、何とぞ。というわけで今回は、主人公エースの黒歴史、セイバースタードラゴンについて、語ってみました。ご視聴ありがとうございました。